こんにちは。ここは大韓民国チュンチョンポク道、チュンポク線、コレールチュンポク線のチュンジュ駅に来ております。でちょうど今ジェチョン方面からのムグファ号が到着したところで、お客さんがねわーっと降りてきまして、タクシーに並ぶ列に作っております。あっちはバスに並んでますね。朝鮮半島の地理的でいうと韓国のちょうど真ん中ぐらいのところを走っているチュンポク線なんですけども、その、まあ主要駅の一つと言っても過言ではないと思いますが、チュンジュの街中にありますチュンジュ駅、これは結構ちゃんと街中に、ね、ある古い駅ということになります。駅は改装中ということになっておりまして、こっちが本建屋というか駅舎で、かつてはここからおそらくホームの方に上がっていたと思われるんですが、現在はこちらの新しい跨線橋といいますかできておりまして、ここからホームの方へ入っていくというようなことになっております。今回ご紹介しますのはこのチュンジュ駅から、北のイチョンにありますプバル駅を結ぶ中部内陸線、これが2021年の12月の31日に開通をしました。こちらをご紹介したいと思います。これ最近設置された案内看板でしょうか。駅前に案内看板ありまして見てみます。現在おりますのが、チュンジュ駅、こちらになるんですけれども、この青い線がチュンポク線で、従来からある、ムグンファ号や、ヌリド号などが走る、線路ということになっておりまして、こちら南の方に行くと、なんだオソンとかあっちの方に行くのかな、でキョンポク線に接続してチョチュオンとかテジョンとかの方に行く、線路になっていまして、これさらにこちら側に行くとジェチョンで中央線と合流するということになっている、そういった線路で、列車の本数は、ね、そこまで多くはないんですけれども、まあ、結構な数の利用者の方がいらっしゃいまして、まあ、走っている列車が、ね、あの3両とか4両とかしか客車をつないでいない関係で、結構満席なんですね。私も今日、この、チュンポク線通って、チュンジュまで来ようかなと思ったら、どうもあの満席、夜最後の便まで全て満席になっておりましたので、ちょっと車でここまで今やってきたところです。もう一つこのチュンジュ駅を通る線路があります。この赤い方のライン、これ一体何なのかというところで、こちらを見てみますと、これですね、ヨジュからムンギョン線ということで、書いてありまして、ヨジュからムンギョンの間を結ぶ線ですよということになっています。ヨジュというのはこの、もうちょっとこう北の方に行ったところ、キョンギ道の方の町になるんですけども、イチョンとかがあるあたり、のちょっと東側で、ウォンジュの西側のところなんですが、そこから、このチュンジュを経由してさらに南の方に行きまして、まあ、ムンギョンという場所があります。セジェの、ね、同立公園とかあったりして映画の撮影とかするようなところがあるんですけども、あとカオンとかのね、石炭のこうな炭鉱博物館みたいな、そういうところがあるような場所でもあるんですが、そこを経由して、ジョムチョンというところで、キョンポク線と合流しまして、そしてキムチョンの駅まで向かうという線路が、今後作られるということになっております。ジョムチョンとのところまではチュンポク線、キョンポク線はあるんですけれども、そこから、ここまでの、現在のここの部分ですね、このチュンジュから南の線というのがまだ作られていない。でここから先の、ヨジュの方までの線路、プバルという駅まで行くんですけれども、そこまでの線路が2021年の12月31日に、開通をしたということになっております。そしてこの走る列車が、どんな列車かなと思ったので、ここ、電鉄線かなと思ったんですけども、どうも見てみましたら、なんと KTXEM が走るということになっておりまして、高速線ということになっているようです。で列車の本数が、ね、1日4往復とかなり少ないんですよね。で今日私乗ろうと思って、いろいろ時間調べておりましたら、もうすでに、私が乗ることができる列車が、ね、18時30分の最後の夜の1本ということになってしまいましたんでね、ちょっと今結構ね、今4時前でまだだいぶ時間があるんですけれども、ちょっと待つことにしたいと思います。最終的には2023年の6月頃をめどに、現在のこの、チュンジュから、ムンギョンの方までの線路が完成するということになりまして、そうすると、イチョン、プバルの駅からずっとこの、チュンジュを経由して、ムンギョン、ジョムチョンを通ってキョンポク線に乗り入れてキムチョンまでというルートがつながるということになります。つながるとこれ KTX イームがやっぱ通しで走るんでしょうね。でこれで何がすごいのかというと、
ジョムチョンからムンギョンの間っていうのは昔は旅客列車が走っていたんですけども、新潟で作った機動車がねこう走ったりしてたんですよ。でそれが、だいぶ前に、もう運行なくなりまして、でしばらく貨物列車が走っているといった状態、今も走ってるのかな、っていうようなね、もう運行されていない路線になって、一部の部分はねレールバイクとかになったりしてたんですけども、そこに再びまた営業列車が復活するということで、しかも KTXM 最新式の高速準高速列車が走るということに なりますんで、いやこれはなかなか面白いぞということでやってきたわけです。実際にはね、昔の線路そのまま使うんじゃなくて新しく引き換えたりとか、線路接続変えたりとかしないと、昔の比較の古い線路なんてね、結構グニャグニャしたりしてて、 GTX-M が走るのはちょっと大変かもしれないんですけども、便利なウィキペディアから地図をお借りしましょう。中部内陸線、こちらは朝鮮半島の地図ですけども、この青い線の部分が2021年12月31日に開業した中部内陸線の区間です。そしてこの下の部分、点々点々となっているところがありますけれども、ここが今度2023年をめどに開通すると言われている区間です。今工事はねもう進んでるんですけど、進んでるはずなんですけれども、そしてここが、プバルという場所で、ここから、イチョンの町ですから、ここからずっとこのように走ってきて、ここチョンジュですね、チュンジュですね、を通って、ここら辺にムンギョン、そしてジョムチョンを通って、ここからキョンポク線に入りまして、キョンプ線と合流するこのキムチョンというところまでずっとこういう列車が走るようになるということになっております。もうチュンポク線の下をくぐるガードなんですけども、結構真新しい感じですよね。その外側の部分はね、この辺りはそうでもないのかな。いやでも結構新しそうな感じがします。これ下もねブロックがこう敷いてあるんですけど、まだこう砂がいっぱいこう浮いてるような状態で、綺麗に、まだまだこう完成をしていないといったような感じがします。周りでも工事の重機とか置いてあるんでね、まだこうやってる途中だけど、とりあえず通れるようにしておこうっていう感じなんでしょうかね。こんな感じで資材も残っております。将来的にはここ2つ道路を作って、交互通行できるようにするといったような感じで準備工事はねされてるみたいなんですけども、道の自体はねこんな感じで、あんまりこっち側にもね道がない、全くないような状態なんですよね。本日は2022年の4月の、3日かなんですけれども、これ桜の木ですね。まだまだつぼみの状態で、開花もう少し先かな、1週間2週間先になるともう満開になってそうな感じですけれども、といったところで、ここちょうど中北線が走る、線路が川をこうまたいでる部分で、河川敷がこのようにありまして、桜並木がこうずらっとある、結構ね桜が咲いたらいい雰囲気のところだと思うんですけれども、ここにやってきまして、ここからこう振り向くとね駅の方が綺麗に見えるというわけです。見えるかな、あそこに赤いテールランプを灯している KTXM が見えます。何か校内放送がね聞こえているんですけども、無群ファ号はまだ来ないんで、貨物列車が何か来るんですかね。やってきました、貨物列車。ピントが合ってないですけども貨物列車です。よいしょ、チェチョン方面からやってきました。石灰石関連の資材をね多分運んでるやつだと思うんですけども、テベクの方から下ってきたのかな、よく分かりませんが、貨物列車も結構走るんだな。春秋駅の構内にやってきました。1234は春北線、56番が中部内陸線ということになっています。あ、これ手前型、これ貨物のヤードだと思うんですけど、こちらコンテナ並んでますんでね、ここもバラストが真っ白いものに敷き替えられてます。新しくなってますね。奥に KTXM が見えます。16時10分にプバルからやってきた KTXM、 これが折り返しで私が乗車する18時30分発の KTXM になります。ああもうムグンファとイームってことで、そうかヌリロは来なくなったのかな。
一応コレールは乗車する列車の20分前だかそれぐらいからしかホームに降りないでくださいねってことにはなっておりまして、で、春北線決して列車の本数が多いわけではありません。今そこホームに並んでる方いらっしゃるな、あと20分後ぐらいにやってくるチェジョンからやってくるテジョン行きのムグンファ号の乗客の方々です。私が乗る列車はね、まだまだホームに入ることは本来できないはずなんで、あんまりここから先に行くのはやめときましょう。今回のチケットですけれども窓口の方で購入をしております。2022年4月3日18時30分、チュンジュ発19時5分プバル発なんと35分で行ってしまうんですね。この間、43点何キロだったかな、なんかそれぐらいの距離なんですけれども、KTX-M738 列車5号車 12D ということで、これ、ね、値段8400ウォンということになってるんですけど、これ多分ねだいぶ安いんじゃないのかな。40キロぐらい乗って、しかもあれですよ、準高速列車ですからね、新幹線に乗るようなもんだ。今チュンジュ駅からチェチョン方面を見ております。右側の複線なのがチュンポク線で、左が単線になっているのが中部ネリョク線です。ということで単線なんですよね。でホーム自体は一応2つあるみたいなんですけれども、中部ネリョク線のホームにはホームドアがついておりまして、こちら KTX イム止まっているんですけれども、ここにホームドアがご覧のようにあります。でももしかしたらこれ最終的には全部開通すると電鉄線とかも走るようになるのかなとか思うんですけども、ちょっとよく分かりません、そこは調べてないので。現在新しい建屋が建ってしまっておりますあちらですけれども、ちょうどねあそこもう何も道ないんですけど、あそこからこう踏切がこうできておりまして、構内踏切、かつてはあそこを通ってホームの方にやってきていたということですね。1時間に1本もない純北線のモグンファ号がもう間もなくあと 2,3 分でやってくるんですけれど、ホームには50名ぐらいかなお客さん待っていらっしゃいます。結構たくさんいますよね。ローカル線ではないんですけれども、本数がねいかんせんかなり少ないということで、使い勝手が悪いと思うんですけれども、時間帯、まあ、17時半ということで、ちょうどこう自宅に帰宅するような時刻ということで、この列車は結構な混み具合といった感じ。やってきましたジェチョンからやってきたムグンファ号テジョン行きです。ご覧の通り編成は、ね、かなり少なくて3両編成かな、客車を3両しかつないでおりません。まあ、1両に70人ぐらい乗れるはずなので、それでも定員は200人を超えるんですけれども、このチュンジュからでだけで50名ぐらいのお客さんが乗車するということになります。まあ、その分降りる方もいらっしゃるでしょうけどね。チュンポク線には多分特室はないはずなので、全部一般室ですよね。下車された方は十数名といったところですかね。まあ、ジェチョンからもうすぐお隣なんでそんなもんかなという思います。バスもありますしね。出発の約20分前になりましたんでホームに向かいましょう。5番6番乗り場ということで一番端っこまで向かいます。チュンジュもね、駅の裏はもうこんな感じですごいこう田んぼが広がっているようなところで、東側は結構街なんですよね。表玄関側はね、裏手は本当にのどかな感じです。もう間もなく夕日が沈みます。 KTX イムが待つプバル方面行きのホームにやってきましたけども、こんな感じでもうホームドアが完成してますね。ホームドアの位置がやっぱり KTX イムに合わせて作ってあるようですので、基本的にやっぱ KTX イムを今後も運行していくということなんですかね。これは私5号車ということで、後ろから2両目ですね。一番後ろが6号車、今私が向いてますこちらがムンギョン方面ということで、今終点の方なんですけれども、線路どうなってるのかちょっと見てみましょうか。
いやでも車内ね見てみましたらやっぱお客さんポツポツですね、乗っておいらっしゃる方、まだ出発20分以上前なのでまだこれからお客さん増える可能性はありますけれども、確かに1日4往復でもとりあえずはなんとかなりそうです。お客さんが乗れないっていう状況にはなりなさそうですけれども、純北線になんか列車がやってくるみたいですね。そして純部二緑線の線路の先はどうなっているのかと言いますと、一応あの辺までは線路がこうできてて、あの先が あそこまでになってますね。あそこからまあどういう風にして線路をこう伸ばしていくのか、これ左側に純北線ありますけど、この純北線を越えてこの画面の左の方に向かうことになるんですけども、トンネルにするのか橋を架けるのか、まあ、ホームドアがある関係でね、KTX 自体の姿をきれいに見ることはできないんですけれども、まあ、前回安藤のところで見たからね、私は特にいいんですけど、いやすごいな、ここまでびっしりとこうホームドアされるんですね。ここを通過する KTX エイムが今後出てくるかどうかっていうところなんですけれども、全線開通した時にね、多分みんな止まるんじゃないかな、ここ純北線との連絡駅にもなりますしね。乗った時トイレ使わなかったんでね、ちょっと今おしっこしたくなったんで、トイレに来たんですけれども、綺麗ですね。おっとっとっと、列車はもう今まもなく河南駅に今到着しようとしているところで、もう次が終点プバルです。Thank you for traveling with fast and convenient KTX.
い、陳州からわずか35分の旅終わりました。距離にして56キロちょい、終点のプバルに到着です。プバル駅は2面4線になっておりまして、真ん中の2線本線であるはずところの部分を電鉄線が使っているといった状態で、一応ドアトゥードアで乗り継ぎができるようになってますね。ただこっちが降りてきて、こちらがすぐにある、方面はソウル方面ということになっております。私はこれから、ヨジュの方へ向かいますので反対側の乗り場に行きたいと思います。コレールの列車と電鉄線の電車を同じホームで乗り換えるということで、コレールの列車の方はね、信用乗車方式、切符がない、改札がないというやつ、切符はあるんですけど改札がないという乗車方式で、そしてこちらの方は、切符をある、切符があるというか、まあ、チケットが必要な電車になるんですけども、その、交換、乗り継ぎの時に、この乗り継ぎのためのカードリーダーということですね。KTX から電鉄線に乗り換える場合は、これの左側のこの部分にタッチしてください。逆の場合、電鉄線から KTX に乗り換える場合は右にタッチをしてくださいということになっております。私は今回は KTX から電鉄線に乗り換えますので、こちらにタッチをするということになります。で、今19時5分着着いたばかりの KTXEM ですけど、このあと19時30分発最終の春秋行きの KTXEM として、次出発するみたいですね。これが最後の KTX です。そして4時方面から電車がやってきました。私はこれじゃなくて反対向きに乗るんですけれども、結構ね、さっき到着するときにね、ちょうど反対向きの、4時行きの電車が出ていきましたので、しばらく来ないんですよね。ここでちょっと見ましょうか。ピントさんがどっかに戻ってきた。おなじみとんぐりの電車ですね。韓国首都圏に来るともこの電車しか見ないというような感じ。いずれはヨンジュから先、ウォンジュまで接続がなされるということになっておりますけれども、いつになるかは分かりません。もともと KTX といいますか、キョン幹線というやつの、まあ、一部ということになっていると思うんですけれども、この先キョンジュから、ヨジュからウォンジュまでつなぐと、そのウォンジュから、キョン幹線、 KTX の現在のキョン幹線、に接続をするということになって、また別のルートでカンヌン方面行くことができるとかいうことに、なるんじゃないかなと思うんですけど、違ったかな。ちょっと私もはっきりとした情報を持っていないんですけども、少なくとも4時から先ウォンジュまで線路をつなげるという予定があるのは確かです。ということで、KTX イーム、中部内陸線、中部内陸線の大してね、35分しか乗ってないし、しかも暗くなってきたんでね、で駅と駅の間も10キロもないような、そんな感じです。現在の開通している、長さで56キロちょいということで、もしこれがムンギョンまで開通しても94キロかなんかだったかなということです。最終的にキムチョンまで行けばもうちょっと長くはなりますけれども、だからちょくちょくこう止まる感じの高速列車の旅になりそうですね。それではご視聴ありがとうございました。今4時方面のホームにやってきたんですけれども、こちら側の外側の線も、こちらね、どこだったかな、くるっと回ってここですね、はい、KTXEM という風に表示がされておりまして、この部分、ホームドアがやはり電鉄線と違いまして、こんな感じ、ホームドアがまあないといったような状態なんですけれども、こちらも KTXEM がいずれはやってくるであろうということになっています。先ほどプバル駅到着する前の線路の配線を窓から見ておりましたら、まあ、どちらのホームにも入ってこれるようになっておりました。渡り線がこうできておりましたので、ここをまあ始発し、到着にしても、問題ないですし、あるいはこの向こうの、プサン方面からやってきて、プサンじゃない、ソウル方面の直通列車ということで、ここをこちら側にやってきて、そしてプバルから、中部内陸線の方に入っていくということもできるようになっているのではないかなと思います。だいぶここで止まってましたね。5分ぐらい止まってたんじゃないのかな。乗り換え駅になってしまったんで、それぐらいこう時間を取るようにしたのかもしれませんけれども、この路線、
京阪線ですけれども、出発駅がねパンギョという駅になりまして、ここでカンナム方面に行く他の地下鉄電鉄線と、乗り換えをしてこの列車に乗るということになっております。でこれがずっとこう来て、まあ、4時まで行くということになるんですけど、ここが今プバル駅です。およそ12分で4時まで行きます。でここからこういうイメージかもしれないですけど今 KTXEM でやってきまして、でこれがねイチョンを通ってとかこの辺からまた多分線路が分岐すると思うんですよね。裾の方を経由して、ソウルの方まで行くという線路が今、作られているようで、それはあのこっちか4時から先の分か4時から先の線路ができた時にこういう風な感じにね、なんかなるみたいですよ。